ダイエット成功者続出、累計1000万再生を突破した、1回でウエストが遅くなる、お腹痩せ腹筋、最新版、痩せた視聴者さんのコメント見ながら一緒にやっていきましょう。マジで1回で遅くなるので、メジャーを使ってウエストのビフォーアフター計測してみましょう。まずは、うつ伏せに寝て耳の横に両手をつきます。そのまま上半身ぐっと反らします。腹筋のストレッチです。腹筋が伸びてれば OK です。腰が反って痛いよって方は、こんな感じで肘をついて、ちょっと顎を持ち上げましょう。これで腹筋が伸びて腰が痛くなければ OK です。こんな感じで画面上に痩せた視聴者さんのコメントを紹介しながらね、一緒にモチベーション高めながら最後まで一緒に頑張りましょう。本当にね、一回で遅くなりますので、ぜひね、メジャー使ってちゃんと継続して、で、結果をね、コメント欄でみんなで、紹介し合えたらなと思います。一緒に最後まで頑張りましょう。よし、OK。そしたら、膝つきプランクです。膝ついたままお腹を持ち上げる。で、わざと猫背をつく。こんなイメージです。膝つきプランクです。目線はおへそを覗き込むイメージで、わざと猫背作ると腹筋に効いてきます。どうしてもきついよ、もしくは腰が痛いよって方は肘を手前につきましょう。それでおへそを覗き込む。これでもね、十分腹筋に効くと思います。いまいち効かないよって方は肘をなるべく前に出して、それでおへそを覗き込む。わざと猫背を作ると腹筋にめちゃめちゃ効いてきます。肩腰痛い方は絶対無理しないでください。もしきつかったらね、各種目最後の10秒サボりながら一緒にね、最後まで完走できるように頑張りましょう。 OK。 そしたら上半身べちゃっと寝かせて、左足を右こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここをストレッチかけていきます。左のつま先、誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと斜め後ろに伸ばしましょう。左のお腹の前面伸びますか。腰痛い方は無理しないでくださいね。いまいち伸びない方は、一度戻して上半身寝かせたままちょっと角度変えてみて、左のお腹前面伸びる角度探してみましょう。これちょっと難しいのでね、伸びない方はいろんな角度で試してみてください。ただ肩腰痛い方は絶対無理しないでくださいね。呼吸を止めないようにしましょう。 OK。 逆足いきます。上半身べちゃっと寝かせていただいて、右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面ストレッチかけていきます。つま先をね、誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばすと、より伸びてくると思います。もう本当にね、ウエストマイナス10センチ以上遅くなった人続出してるので、ぜひね、騙されたと思って3日でも1週間で見るでね、頑張っていただければと思います。で、この次の種目から、上向きになりますので、スマホ持って上向きになりましょう。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 じゃあスマホ持って上向きになります。枕ある方枕入れましょう。じゃあスマホ見ながら、みんな大好きな自転車こぎやっていきます。こんな感じでなるべく高い位置で大きく円を描きましょう。大きく円を描く。腹筋しっかり意識して、なるべく高い位置です。スピードよりもなるべく高い位置で大きく円を描くことを意識しましょう。どうしても腰が痛い方、空いてる手をお尻の下に入れてあげると腰の負担が減ります。きつい方はね、最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたり調整しながら、完走しやすいペースでね、ぜひ最後まで一緒に頑張りましょう。 OK。 そしたら一回膝伸ばして、肩幅でちょっと広めに開いて、つま先を内外ねじっていきます。股関節付け根からねじるイメージ、内外にねじりましょう。休憩ストレッチです。これ1回でね、細くするために結構きつめのメニューになってるんですが、ズボラでね、運動不足の方でもついてくれるように、こうやって間に休憩ストレッチを挟んでます。というよりも本音を言うと、僕が休憩ストレッチないと完走できないっていうのがちょっと本音です。なのでね、ほんとサボりサボりでいいのでやっていきましょう。ちゃんとね、こうやって休憩ストレッチの時はコメントを紹介しますので、ぜひこのコメント見てね、モチベーション上げながら一緒に頑張りましょう。 OK。 そしたら、スマホは一回床に置いてどっか立てかけておくといいと思います。両手を後頭部に当てて、普通の腹筋ですね、このままぐっと起き上がる、起き上がる。しっかり手で頭を持ち上げた状態で腹筋です。首使うと首が痛くなります。しっかり手で頭を持ち上げた状態で腹筋、腹筋、
で全然起き上がれないよって方は大丈夫です。肩甲骨がねちょっと床から浮くぐらいで十分腹筋に効きます。首痛い方はちゃんと手で頭を持ち上げてそこから腹筋、腰痛い方無理しないで呼吸を止めないで頑張って腹筋意識して、きつかったらサボっても OK、 頑張れ、よし OK、 よく頑張りました、すごい。じゃあこれでね左足を右こっちにねじります。で左膝床につけて、この左肩、床につくように、こんな感じで左のお尻腰背中伸ばしてます。伸びますか、腰お尻背中、呼吸を止めないようにしましょう。でもしもやってて、わからないこととか、なんか疑問とかあればね、コメントいただければできる限り、返信するようにしますので、ぜひね遠慮なくコメントで聞いていただければと思います。よし OK、 逆ねじりいきますよ。これで右足を左こっちねじります。右膝床につけて、この右肩もなるべく床に近づけましょう。腰お尻背中伸びる感覚があれば OK です。で僕いつもね最後まで完走した方、自分自身に拍手しましょうって褒めるようにされてるんですけど、実はね僕本当はもう動画の今この段階途中まで頑張ってる人もねすごいんです。 YouTube の動画って基本的に最初の30秒ぐらいでね見なくなっちゃうって人がねどの動画もほとんどなんですよ。だからもうここまでやってる時点で皆さんも全然ズボラじゃないし、わざわざサムネイルクリックしてここまで見てるって時点でね皆さんすごいもう意識高い系です。だから全然ズボラなんてことないよね。ふぅ諦めずに痩せれますので一緒に頑張りましょう。 OK、 そしたらこれでですね次また両手を後頭部に当ててこの状態作って、右膝で左膝タッチ、左肘で右膝タッチ、右肘で左膝タッチ、こうクロスするイメージ、頑張って腰肩痛い方無理しないで、しっかり腹筋意識して肘で膝タッチクロスですよ。呼吸止めないで自分のペースいいですよ、スピード重要じゃない、頑張って腹筋意識して、きつい頑張れ頑張れ、きついしっかり腹筋意識してねじってねじって、肘とね膝つかない方もできる範囲で OK、 呼吸は止めないで頑張れ頑張れ、あと少し、きつい頑張れ、よし OK、 よく頑張りました、すごい。そしたらね膝曲げてもらうので、深呼吸していきます。息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹膨らませる、これ以上膨らまないよってとこまで膨らませて、ゆっくり口から吐く、ふー吐いて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 、ふー吐いて吐きながらお腹へこませて、ふー吐いて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 、ふー吐いて吐いて吐いて、お腹硬くなってれば OK です。吐きながらへこませる、よしもう一回吸って、限界まで息吸って、これ以上膨らまないってところまで膨らませたらゆっくり口から吐く、ふー吐いて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 、ふー頑張れ頑張れ頑張れ、吐き切る、ふー吐きながらお腹へこませる、お腹へこませる、触って硬くなってれば OK、 しっかり吐き切って、ふーよし OK、 そしたらですね、膝曲げたままでいいので足を上げる、前ももをお腹に近づけるイメージ、前ももがお腹に近づいた時にちょっとこうやってお尻がね浮くぐらいまで上がると最高です。下っ腹お腹使ってます、腰痛いから絶対無理しないでください、ふー頑張れ、前ももなるべくお腹に近づける、しっかり下っ腹使って、呼吸は止めないようにしましょう、頑張って頑張って、ふきつい頑張れ、下っ腹意識して、きつい人サボってもいいし再生速度調整してもいいですからね、ラスト1回一緒に頑張りましょう、しっかり上げ切る、よっしゃ OK、 よく頑張った。そしたらですね次は休憩の種目です。この膝曲げた状態からですね、右膝だけ伸ばしきる戻す、右膝伸ばしきる戻す、しっかり膝伸ばしきって、この膝にこうね撃退することが目的です。しっかり伸ばしきって、これスピード重要じゃないですからね、で頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばしきる、きつい人は低い位置でいいからしっかり伸ばしきる、普段ねこんな伸ばしきることなかなかないんで、しっかり伸ばしきることが目的です、スピードは重要ではないです、頑張ってラスト1回しっかり伸ばしましょう、伸ばしきる OK、 これ休憩の種目なんでだいぶ楽だと思います、左もいきますよ、しっかり伸ばしきる戻す、伸ばしきる戻す、呼吸は止めないでしましょう、どうでしょう皆さんついてきてますか、もうねこれで半分ぐらい経過してんのかな、
もうここまでやってる方ね、すごいです。めちゃめちゃ意識高いし、今ここでやめたとしてもね、もう自分自身をめちゃめちゃ褒めていいと思います。僕もね、いつも撮影終わった後めっちゃ自分を実は褒めてます、心の中で。で、この次の種目から横向きになります。右向きになりますので、スマホで見てるかね、スマホを持って右向きになりますよ。いいですか？しっかり伸ばしきる。最後、一回膝伸ばしきりましょう。伸ばしきる、OK。右向きになりましょう。スマホはね、顔の前に置いて床に置いておきましょう。そしたら、下の右足前に出して、この上の左足をなるべく高く上げる。なるべく高く上げる。しっかり高く上げることで脇腹、お尻に効いてきます。上げる。しっかり高く上げれば脇腹効いてくるんですが、まだ頑張れるよって方は、上半身をね、こんな風に起こしちゃって、足高く上げると脇腹に強烈に効いてきます。こうやって肘ついて、しっかり上げ切ると脇腹効きます。きつい方はね、こうやって寝たままで OK です。やりやすい風にやっていきましょう。OK。そしたら次はですね、左手を後頭部に当てて、左肘と左膝、タッチ。肘と膝離して、タッチ。なるべく肘と膝離してから、タッチ。肘と膝離して、タッチ。しっかり脇腹、股関節、お尻を使ってます。頑張って。ふぅ、スピード重要じゃないですよ。なるべく肘と膝離してから、タッチ。なるべく肘と膝離して、タッチ頑張って。きつい。呼吸は止めないで。きつかったらね、最後の10秒サボってもいいし、再生速度を調整したりしながらね、最後まで一緒に頑張りましょう。ふぅ。OK。そしたら、膝90度ぐらいにこんな感じで曲げて、膝同士離す、戻す。膝同士離す。戻す。このお尻の横、ここを使うことが目的です。どうでしょう、お尻の横使う感覚ありますか？触って、あ、硬くなるなって感覚あれば、OK です。ふぅ、足切り。ふぅ、どうでしょう。で、これ、NG パターンは上半身後ろに倒れちゃうと、全然お尻に効かないので NG です。しっかり上半身固定して、膝だけ離す。膝だけ離す。で、この種目から、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持ってね、逆向きに寝返り打ちますよ。OK、寝返り打ちましょう。そして左向きになっていただいて、スマホは顔の前、床に置いておきましょう。で、下の左足前に出して、この上の右足をね、なるべく高く上げる。高く上げる。お尻の横と脇腹効いてきます。なるべく高く上げる。頑張れる人は上半身こうやって起こしてやるとさらに効いてきます。きつい。ちょっと僕はこれきついのですいません、失礼します。寝ます。サボりサボりでいいですからね。どうでしょう、結構疲れてきましたかね。一応ね、こう各種目と種目の間の秒数とかもね、皆さんがやりやすいように調整してますので、早い遅いもっと短いとかね、あればぜひどんどんコメントで教えてください。 OK。そしたら、右手を後頭部に当てます。で、肘と膝、タッチ。肘と膝、なるべく離して、タッチ。肘と膝、なるべく離す、タッチ。もうこの動画はね、しっかり、腹筋全体、下っ腹、脇腹、さらにね、腰肉まで効くようになってますので、頑張りましょう。で、もしね、メジャー、ご自宅ないよって方、一応メジャーの、リンク、簡単に買えるリンクをね、Amazon のリンク概要欄に貼っとくんですけど、まあ、近くの100均行けば売ってるので、それでね、ぜひ買って、ウエスト測っていただければ、モチベーションになると思います。OK! そしたら膝、こんな感じで90度に曲げて、膝同士、離す、戻す。膝同士、離す、戻す。呼吸止めないでしょ、勝負。お尻の横を使う感覚ありますか？上半身後ろに寝ちゃうと NG です。こんな感じ。頑張って。きつい。お尻の横を使う感覚ありますか？上半身は固定して膝だけ離す。ゆっくりでいいからお尻の横を意識する。で、この次の種目からもう一回うつ伏せになりますので、スマホ持ってる方、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。よし、OK、うつ伏せになりましょう。うつ伏せになったらスマホは顔の前置いておきましょう。
って両手を耳の横ついてぐっと上半身反らします。最初に行った腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方は肘ついてちょっと顎持ち上げる、これでもね OK です。で腰が、腰痛持ち、もしくはね腰の筋肉すごい硬い方はこうやって腹筋のストレッチなのに腰が引っかかるって感じがすごいするかもしれないです。そしたらね、あの腰の再生リスト僕作ってますので、そこからねぜひ腰のストレッチをやってからもう一回再チャレンジしていただければ良いんじゃないかなと思います。ふぅ OK、そしたらですね、もう一回膝つきプランクいきます。肘と膝ついたままお腹持ち上げてわざと猫で作る、腹筋を覗き込むイメージ。腹筋に効きますか。きつい、腰痛い方は無理しないでくださいね。きつかったら一回こうやって緩めてもいい、もしくはね肘を手前にちょっと引くとだいぶ腰に負担が減るし難易度が下がります。腹筋使ってる感覚あれば OK です。いまいちね腹筋使う感覚ない方はしっかり目でおへそ覗き込む、おへそ覗き込むと猫背ができて腹筋に効きやすくなります。頑張ってあと少し、きついな。 OK、 よく頑張った。上半身べちゃっと寝かせていただいて、もう一回ね、左足を右こっちに持ってって左のお腹の前面ここ伸ばしてます。腹斜筋という筋肉です。つま先をね誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと伸ばすとより伸びてくると思います。これ僕ね前後になんで腹筋の動画でストレッチをこんな入れるかっていうと、腹筋の柔軟性がないことで、くびれができない、下っ腹へこまない、お腹痩せしない、ウエスト細くならない、そんな方が、ね、すごい多いんです。だから腹筋を柔軟性も筋力も両方必要です。だからねちょっと他のね YouTube の動画なんかよりも僕の動画はすごい、腹筋のストレッチが多めになってます。でもちゃんと効果出ますので安心してください。 OK、上半身べちゃっと寝かせたまま、右足を左こっちに持っていきましょう。右のお腹の前面伸びてれば OK です。腰が反って痛い方は無理しないでくださいね。頑張れる方はつま先をね誰かに引っ張られてるイメージで後ろにぐーっと持ってくるといいと思います。伸びない方はもう一回戻してちょっと角度変えてみたりするとね伸びてくると思います。ですいません、ちょっとこの場を借りてお詫びなんですが、ちょっとですねクリスマスと娘の誕生日が12月29日だったんでプレゼントをあげすぎてですね、おもちゃがちょっと部屋の中に収まりきらないのでちょっとそこ撮影のスペースにプラレールとか入っちゃいました。すいません、ちょっとどうしても置く場所がなかったのでここに置かせてもらってます。 OK、 そしたらですねみんな大好きマウンテンクライマー行きましょう。こんな感じで四つん這い作って片足ずつ上げる、前ももお腹に近づける、ふう、わざと猫背作って腹筋意識して頑張って、スピード勝負じゃないですからね、しっかり前ももお腹に近づける、わざと猫背作って頑張って、肩腰痛い人は無理しないで、でも呼吸は止めないで頑張れ、ふう、きつい、ふう、頑張って、ふう、きつい、呼吸止めないで、で頑張れる人はこうやって飛んでもいいですけど、まあ、近所迷惑にならないようにしてください、ふう、頑張れ、しっかり前ももお腹に近づけて頑張って頑張って、ふう、ラスト、よし、OK、頑張った。そしたら最後にもう一回両手を右の横ついて上半身グッと反らして腹筋もう一回伸ばしましょう。腰痛い人は無理しないでくださいね。肘ついても OK です。でちょっといろいろ最近 お知らせしてるんですが、サブチャンネルね、今年はちょっといろいろ更新していこうと思うので、サブチャンネルとあとボイシーっていうねラジオみたいなアプリをね最近始めました。それもね概要欄貼っておきます。でボイシーもサブチャンネルもこのメインチャンネルとは、ね、違う内容発信してますので、ぜひリクエストがあればコメント欄にいただければどんどんリクエスト答えて発信しますので、ぜひご要望あればいただければと思います。でこの腹筋の動画今終わったんですか、物足りないよって方は追加のストレッチも概要欄貼ってますので、そのままね追加でストレッチやっていただければさらにお腹痩せしますので、オッケー、お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。すごい。でもしね、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価していただけるとすっごく励みになります。僕と一緒に痩せましょう。